なんか狭いみたいですね、やっぱりね。ここ。マジで狭いからちょっとでも左行くとこの木が邪魔になっちゃうんですよね。そうそうそう、だから右目に打ってこの斜面使ってとかの方が、うん、ね。左が結構狭いな。ここは左が狭いんですね。セリカーさんはちょっと行っちゃったかもね。そう、左に打ちすぎちゃいけないけど最後右に曲がってるからちょっと難しいですね、ここ。あったね。フェアウェイセンターですね。ピン左。
可愛いです。ちょっと頑張って追ってるんだけど、乗ってんのかな、みんな。楽しそうです。3人が乗ってましたね。同じ位置に。女子さん、藤田さんだけちょっと左。Come on.